皆さんこんにちは、三山です。今回は2022年の特に買ってよかったと思ったものをまとめてご紹介したいなと思います。よく使っているものと、あと生活が変わったなと思ったものを中心に選んだので、ぜひ参考にしてみてください。紹介したアイテムについてはすべて概要欄に記載しておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。はい、ということで今回は数が多いのでサクサクご紹介していきたいと思います。まず一つ目のアイテムがこちらですね。この手帳と本を挟んでくれているこちらの手帳バンドになります。もう文房具系のアイテムで一番好きなんじゃないかってぐらい、もうめちゃくちゃ愛用しているアイテムの一つですね。ここの表側の部分がレザー調の素材でできておりまして、ここが二重になってるんですよね。この裏面がゴム、表面がレザー調の素材っていうような感じになっていて、ここ間に穴が開いてるんですよ。こんな感じでマーカーのペンだったりとか、まあ、あとフリクションだったりとか、あと付箋だったりとか、持ち運びたい文房具をこの手帳バンドのここの隙間に挟んで持ち歩くことができるっていうような、かなり便利な手帳バンドになってます。でさらにですね、この手帳バンドすごいのが、ここ後ろ側がですね、なんと調整できるようになっていて、これ本とか手帳とかを傷つけないようにちゃんと緩めにして取り外してあげるっていうこともできますし、あとはつける時も本当にここゆるゆるの状態になるので、そのままスポッとかぶせて、あとはここの調整の部分をキュッと引っ張ってあげるだけっていう、非常に使いやすい構造になってます。で見た目に関してもこんな感じでシンプルなレザー調なので、そんなに安っぽく見えないんですよね。まあ、それでいてちゃんと便利な機能もついてるっていうことで、今回2022年の買ってよかったものの一つとして選ばせていただきました。はい、続いてのアイテムがこちら、タイムタイマーというタスク管理系のタイマーですね。といっても使い方簡単でして、ここにメモリがザーッと並んでいると思うんですけど、例えば5分間だけ作業したいなって時は、ここの真ん中のつまみをキュッと5分のところまで持っていってあげれば、ここめちゃくちゃ分かりやすい、この色の範囲であとどれだけやる時間が残ってるよっていうのが分かるようなタイマーになってます。ちょっとアナログで見た目が可愛いっていうのと、結構ですね、これ残り時間が目でパッと見て分かりやすいんですよ。作業中とか結構集中してる時って、このメモリの部分まで見るのってなんとなく大変だなと思うことが多いんですけど、ここの色の範囲がどれだけ残ってるかっていうのは結構感覚的に分かりやすいので、まあ、これ割と作業用のタスク管理タイマーとして愛用してるっていうような感じですね。で私が特に好きな機能があるんですが、それがですね、こちら裏面なんですよ。ここ通知音のありなしがここのスイッチ一つで簡単に切り替えられるようになっていて、例えば読書のために15分だけ読書するぞって決めた時とか、その後もし集中して読書している場合は邪魔されたくない時とかありますよね。そういう時はここ通知音をオフにしてあげて、もうこれタイマーが切れたとしても、まあ、特に音に集中をかき乱されることなく、まあ、そのまま読書を続けられるっていうような感じで、結構用途に合わせてこの通知音のありなしっていうのが、ここスイッチ一つで気軽に選べるのが本当にありがたいんですよ。ちなみに通知音は結構シンプルな感じの音なんですが、こういう音ですね。そんなに鋭い感じの音ではないので、結構その点でも使いやすいかなというふうに思います。ちなみにこちらのタイマーはここに単三電池を入れて動かすような形になってます。なので普段ですね、電池あんま使いたくないなみたいな方にはちょっと不便感じるかもしれないんですが、その分ここが電池だと壊れにくいんですよね。だいたいガジェットってバッテリーがダメになって壊れて使えなくなるみたいなことがあるので、個人的には割と電池式っていうのはいいポイントかなっていうふうに思ってます。はい、続いてのアイテムがこちらですね。これも生活雑貨系のものなんですが、この黒い筒、何かと言いますと、くるっと回転することで使えるスプレーボトルになってます。私はこの中にアルコール消毒を入れて持ち歩いてるんですが、もうこれが本当に便利なんですよ。まずですね、これ見ていただいた通り、
片手で簡単に開け閉めできるんですよね。でこれ閉めた状態にしてあげると、まあ、何がいいかと言いますと、こういう風にこうプッシュすることがなくなるんですよ。これ中にアルコールとか香水入れた場合ってカバンの中とかで勝手に押されちゃうと割と大惨事になったりしますよね。物によっては結構色が抜けてしまったりみたいなことがあると思うんですけど、まあ、この回転式のスプレーボトルであれば、まあ、一回こうくるっと回してこのスプレーの先端部分を中に入れてしまえば、ここをどんなに強く押しても全然液漏れすることがないんですよ。まあ、この点で非常にいいなっていうのと、まあ、あとやっぱりいいのがこれ片手で開け閉めできる点なんですよね。結構外でアルコール消毒するときとかって歩きながらとか立ちながらとか何かこう別の荷物を持ちながらみたいなことが多いので、こういう風に片手で開け閉めできるのが本当に便利なんですよ。でさらにこのスプレーの先端の部分なんですが、これがですね結構いい感じのスプレーになっていて、こういう風に見ていただいた通り割とワンプッシュで広範囲にアルコールをこう塗布することができるんですよね。まあ、なので片手にだいたい 2,3 プッシュしてあげれば、まあ、割と十分にアルコール消毒できるかなっていうような感じになってます。でこの回転式スプレーボトル、私気に入りすぎてデザイン違い容量違いで2種類持ってるんですが、この左側のタイプが Amazon で購入したものですね。容量が 8ml になってます。でこの右側のものが楽天で購入したもので容量が 10ml になってます。でどちらも基本的な仕組みは同じでして、中のアルコール入れ替えたいなって時はここスプレー部分を上に出してあげた状態でこういう風にスッと引っ張ることでこれ中の瓶が出るようになるので、あとはどちらも同じようにここをくるくるっと回してこの中にアルコールなり香水なりを補充してあげればいいっていうような感じのスプレーボトルになってます。で1点ご注意いただきたいのが、これアルコール対応香水対応のスプレーボトルなので、ここ中がガラス瓶になってるんですよね。なので落としてしまうと割れてしまう可能性があるので、ちょっとその点だけ注意してご使用いただけたらなと思います。続いてガジェット系のアイテムご紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちらですね。この iPhone につけているスマホグリップになります。このグリップがスマホの好きな部分に取り付けることができるんですが、まあ、大体はここの端っこのあたりに取り付けてあげて、で写真撮影とか動画撮影とかが非常に安定してできるようになるよっていうようなグリップになってます。でこのグリップさらに便利なのが、ここの上の部分わかりますかね、このカメラボタンのところでシャッターが押せるようになってるんですよ。でしかもですね、ここカチッとこういう風に取り外すことができるようになっていて、この外カメとかでみんなで撮影したいよみたいな時もここ遠隔でシャッターボタンを押せるようになってるんで、めちゃくちゃ便利に使えるんですよね。でさらに便利なのが、ここのグリップの下の部分なんですが、なんと三脚用のネジ穴がちゃんとついてるんですよ。なので私の場合は、まあ、こういったちょっと小型の三脚を一緒に持ち歩いてあげて、ここのネジ穴のところにくるくるくるっと通してあげることで、こんな感じで、まあ、iPhone に一瞬でこの三脚が取り付けられるっていう点でも非常に気に入ってます。でこれさらにいいのが、スマートフォンの取り付けめちゃくちゃ簡単なんですよね。基本的にここの部分がこういう風にバネ式になってるだけなので、取り付けたいスマートフォンをこんな感じで縁に引っ掛けてギュッとこういう風に押し込んであげるだけで、まあ、簡単に挟み込めるような構造になってます。写真も動画もスマートフォンでしっかり撮ってあげたいなみたいな方はですね、ぜひこのウランジのスマホグリップ一度お試しいただけたらなと思います。じゃじゃん。続いても iPhone 関連のアイテムなんですが、それがこちらです。アンカーのマグセーフ対応モバイルバッテリーですね。これが非常に便利なアイテムでして、こんな感じで iPhone の背面にパチッとくっつけてあげるだけで、まあ、簡単に充電ができるよっていうようなアイテムになってます。でこのアイテムやっぱり便利なのがここですよね。この背面の部分なんですが、ここをこういうふうに外してこの真ん中にくっつけてあげることで、スタンドとして使えるような、まあ、マグセーフ対応のモバイルバッテリーになってます。でこれここのくっつくマグネットの部分が、まあ、割と強力になっていて、なんとこのままくるっと回転させてあげると、こういう風に横向きの状態のスタンドとして使ってあげることもできるようになってます。で今回紹介しているのがアップグレード版なんですけど、このアップグレード版のアンカーのモバイルバッテリーでは、ここのサイドでどれだけモバイルバッテリーの充電が残ってるかっていうのが、この光の数で分かるようになってます。
で、さらにですね、このモバイルバッテリーがパススルー充電もできるようになっているので、まあ、USB-C をここの横側からプスッと挿してあげて、まあ、そのままこのモバイルバッテリーを通じて直接この iPhone を充電するっていうこともできるようになってます。iPhone 用の気軽で便利に使えるモバイルバッテリー探してるよって方はぜひ一度チェックしていただけたらなと思います。はい、続いて紹介するのもモバイルバッテリーなんですが、なんとこちらがですね、容量が2万ミリアンペアアワーあって、しかも充電の出力が65ワットもあるっていうような MacBook Pro とか iPad にも使えるようなモバイルバッテリーになってます。でさらにですね、このモバイルバッテリー嬉しいのが、このシンプルな見た目なんですが、ここのサイドのボタンをポチッと押してあげることで、どれだけ容量が残ってるかっていうのが数値でパッと分かるようになってるんですよ。もう本当に使いやすくて、私の場合は電源のないカフェで作業することとか結構多いんですけど、その場合はこちらのモバイルバッテリーを持ち歩いて iPad なり MacBook Pro なりにつないであげて充電するっていうことが多いですね。結構視聴者さんからもコメント欄とかで、大容量のモバイルバッテリーでおすすめないですかって聞かれることが多いんですが、その場合はもうこれですね。もう圧倒的にこれがおすすめです。まあ、大きいっちゃ大きいんですけど、2万ミリ超えのモバイルバッテリーの中では、まあ、割と薄くて、まあ、そこそこの重さにとどまっているのかなというふうに思いますし、さらにですね、ここポート類が、まあ、割と充実してまして、 USB-C ポート2つに USB-A のポートが1つということで、まあ、大体どんなガジェットもこれさえ持ってれば充電できるっていうような感じなので、まあ、その点でも非常に気に入ってます。MacBook とか iPad に使えるような高出力大容量のモバイルバッテリー探してるよって方はぜひですね、こちらチェックしていただけたらなと思います。ちなみになんですが、私はこのモバイルバッテリーと一緒に、じゃじゃん、同じく CIO の片方が L 字型になってるケーブル、これを一緒に持ち歩いて使ってあげることが多いです。こんな感じで見ていただいた通り、 L 字型のケーブルだとここサイドの広さを全然取らないで済むんですよね。狭いテーブルのカフェとか、あと図書館のデスクみたいな時とかも、まあ、これであれば結構使いやすかったりするので、大抵このモバイルバッテリーを持ち歩いてる時はこの同じく CIO の L 字型ケーブル一緒に持ち歩いて使うってことが多いですね。出力もこのケーブルであれば全然問題ないっていうような感じになってます。はい、続いてもアップル系のアイテムなんですが、それがこちらです。じゃじゃん、アップルウォッチエルメスですね。もうこれ本当に高かったんですけど、もうめちゃくちゃ気に入ってます。本当買って後悔がなかったアイテムですね。で今回私が購入したのがシリーズ8の本体で、このエルメス専用の文字盤が選べるものと、このバンドですね。このバンドちょっと正式名称が難しくて、グルメットメタルドゥブルトゥールレザーストラップというものを一緒に購入しました。もうこれ両方合わせると結構びっくりするようなお値段になるんですが、このブラックとシルバーの組み合わせがもう唯一無二のこのかっこよさなんですよね。こういうシンプルなシャツに合わせてもいいですし、なんか T シャツに G ジャンみたいな割とカジュアルな格好に合わせてもバチッと決まってくれるので、まあ、その点でも非常に気に入ってます。でこのバンド、私が初めて買ったエルメスのアイテムっていうこともありますし、そもそも私アプローチ自体すごく好きなんですよね。シリーズ5の頃からずっと使い続けているので、まあ、こちらのアップルウォッチもバンドも末永くずっと使っていけたらなっていうふうに思います。はい、続いてイヤホン部門ですね。イヤホンの中でも特に2022年良かったなというアイテム、実はこの2つからもう絞るのが非常に大変だったんですよ。まず1つ目がソニーリンクバッツ S ですね。外音取り込みが優秀で、まあ、音質もかなりいい感じの、まあ、つけやすい小型のイヤホンと、こちらアップル製品だったらやっぱり持っていたい AirPods Pro 2、 もうこの2つでめちゃくちゃ迷いまして、まあ、どちらも私が特に重要視している外音取り込みが優秀なイヤホンなんですよ。で今回ですね、この AirPods Pro 2が結構音質を向上させてきまして、まあ、リンクバッツ S の方が多分こう大衆的にはいい音だねって言われるような音作りかなとは思うんですが、まあ、個人的にはやっぱ聞き慣れてるっていう点で、この AirPods Pro 2の音作りもかなり良かったんですよね。なのでもう本当にギリギリまで迷いに迷ったんですが、今回ですね、私が2022年特に良かったなと思ったイヤホンはこちらでした。 AirPods
ッズプロ2でしたね。これ何が決め手になったかと言いますと、やっぱり空間オーディオでしたね。特にネットフリックスで映画を見てる時の没入感っていうのがもうやばいんですよ。もうこの AirPods Pro 2で空間オーディオオンで見た時のアクション映画への没入感も半端ないんです。もう本当に感動してしまって、しかもですね、私の場合は音楽を聴いてる時間より映画を見たりとかアニメ見たりとかドラマ見たりしてる時間の方がもう圧倒的に長いんですよね。多分倍どころか5倍ぐらいの差があるぐらい、もう本当に長時間映画を見ることにこのイヤホンを使っているので、まあ、やっぱりその観点で考えるとやっぱりリンクバッツ S よりはこっちの AirPods Pro だったかなっていうような感じでした。ただこの AirPods Pro 2も万能ではないんですよね。やっぱりこれ iPhone とか iPad とか Apple 製品に特化したイヤホンなので Android 機器とかとは、まあ、そんなに相性良くないんですよね。ただ私の場合はやっぱり生活で何をしてる時間が長いかっていうと iPad Pro で映画を見てる時間が長いっていうことがあるので、まあ、自分の生活をすごく変えてくれたというか、より充実させるものにしてくれたなっていう点で AirPods Pro 2まあ、買ってよかったアイテムだなっていう風に選ばせていただきました。まあ、ぜひですね、まあ、私と同じように、まあ、iPad とかで映画を見るのが好きだよっていう方は、まあ、一度この AirPods Pro 2の空間オーディオ試していただけたら非常に嬉しいなと思います。はい、続いての買ってよかったものがこちらですね。この本を並べて積んであるブックタワーになります。インテリア家具系のアイテム2022年いくつか買ったんですけど、やっぱりこれが一番満足度が高いアイテムでしたね。で、ブックタワーの裏側はこんな感じの構造になっておりまして、ちょっと長めの支柱が1本ズズズっと伸びているような構造でして、でこの支柱にですね、全部で7枚ちょっとがっちりした感じの仕切り板が、まあ、好きな位置にはめられるような感じになってます。で、だいたいこの仕切り板1つあたり6冊から7冊ぐらいは収納できるかなっていうような感じになってるので、このブックタワー1つでだいたい50冊ぐらいは収納できるような感じになってます。で、このブックタワー結構取り出しやすいんですよね。なので読みかけの本だったりとか、あとまだ読んでない積読本だったりをここにまとめて収納するような感じにしています。で、このブックタワーなんですが、さらに嬉しい機能がありまして、なんとこちらズズズッとこんな感じで本を積んだ状態のまま好きな位置に動かすことができるんですよ。これが結構便利でして、私部屋が狭いのでこのブックタワーを置いてる位置がクローゼットの前なんですよね。なのでこのブックタワーに積んでる状態であれば他の収納を殺さずに済むんですよ。それが本当に気に入っていて、ぜひですね、本の置き場所に困ってるなって方は一度このブックタワーの購入検討していただけたらなと思います。はい、続いて最後のアイテムなんですが、このカメラではなくですね、このカメラの裏側についているこちらです。このウランジのクイックリリースセットですね。これが本当に便利でして、このクイックリリースプレートに変えてからというものを、結構こういう大きめのカメラだったりとかを外に持ち歩く機会っていうのがめちゃくちゃ増えました。というのも私の場合はカメラを持ち歩く理由って動画撮影と写真撮影の2つのパターンが多いんですよね。両方をやりたい、そのためにこの大きめのカメラを持ち歩きたいみたいなことが多いんですけど、まあその場合ですね、写真を撮ってる時は結構このカメラストラップつけっぱなしの状態の方が楽だったりするんですけど、動画を撮影している時はこのストラップつけた状態だとこんな感じでこのストラップのカシャカシャ音とかが結構マイク拾ってしまうんですよね。で、それが嫌なのでこのストラップスルッと丸ごとこのカメラから撮りたいなっていう風になるんですが、その時便利なのがこのウランジのクイックリリースプレートなんですよ。なんとこの子がですね、ここの端っこに出ているこの丸い突起をポチッと押してあげるだけで、はい、こんな感じでスライドして一瞬でこのカメラとカメラストラップを分離することができるんですよ。で、さらに嬉しいのがこのクイックリリースを使ってたら、ここの端っこのところにカメラストラップつけっぱなしにできるので、この状態のまま体にストラップぶら下げておけるんですよ。で、カメラ自体は自分でしっかり手で持ってっていう風にできるので、すぐ撮影に移行できるんですよね。外したカメラストラップを、まあ、どこか落っこちないように
こうバッグの中に入れとかなきゃみたいなこともしなくていいんですよ。体につけた状態のままもう引き続きこのカメラ本体だけ切り離して使うっていうことができるので、まあ、その点でも非常に重宝しています。でこのクイックリリースのアンカー側ですね、カメラ本体につけてる側にもさっきのこのプレートと同じように四隅に穴がちょこっと開いているんですよ。でこの穴自体にも別途ストラップを通すことができるので、私はですねピークデザインから発売されているこのハンズストラップをつけて、こんな感じで外でこれ動画撮影してる時も片手で持ってても落っこちないようにっていうような感じで使ってます。このクイックリリースとハンドストラップとあといつものカメラストラップ、この3点セットにしてからというもの、外での撮影がめちゃくちゃ楽になって、お出かけ Vlog 撮るのがもう全然苦じゃなくなりました、まあ、むしろ楽しいなっていう風になって、割と私の生活を変えてくれたアイテムだなっていうのがあったので、今回ですね買ってよかったものを最後にご紹介させていただきました。はい、ということで2022年の特に買ってよかったものをまるっとご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですねこういった買ってよかったものとか身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。深山でした。バイバーイ。